されてるのかな。ああそうなんだ、名前なしで意味あるんそれ。いやでもそうやってまあ嬉しいよね、なんかメンバーがこうやって応援してくれてるの。須田キュンでさ、このイベント始まりますって宣伝したじゃん。それから1週間経ったってこと。やばいよね、何かをこう頑張ったらこんなに早いのかっていう。目標、次はツアーを全力で楽しむ、頑張るって感じかな。東京公演なんか発表、あーどうやろう。でもほんまメンバーもさ、なんかいつもファンの方が知ってなんか一緒になんかやるじゃん、一緒に知るからさ、メンバーたちも何の発表があるって事前に聞かされてないから、まだまだステップシしてたいです。あの配信はするから、あの9月までは星じゃないステップシあるから、もう精一杯投げてほしい。アンペを予想してる方法とは、須田健のやつかな。あ、あるよ、あれだよ、あれ。アンペの卒業を止める方法はあれしかない。わ、もう終わっちゃうじゃん。ありがとうみんな。皆さんこの枠はこれで終わりになります。次の枠は何分ですって。はい、ということで皆さん、ちょっと短かったんですけど本当に改めてありがとうございました。それではまた明日から1週間頑張りましょう。今日も一日お疲れ様にな。バイバイ、おやすみ。